アウグスト・グリーゼヴァッハ。アウグスト・グリーゼヴァッハは、ドイツの植物学者である。植物地理学のパイオニアである。ハノーファーで生まれた。1832年から、ゲッティンゲン大学。1834年から、ベルリン大学で医学と植物学を学んだ。1936年に、医学の博士号を得た。1837年から、ゲッティンゲン大学の植物学の講師。 1841年から一般自然史の准教授となった。1847年に教授となり、植物園の園長を務めた。1839年から1850年の間、ヨーロッパ各地の調査旅行を行った。1838年に自然の植物省の境会に対する気候の影響を発表し、 植物地理学の基本的な特徴について研究した。気候の様相による地球上の植生はこの分野の古典的著作で世界の植生について外観した最初の著作となった。1874年にプロシア科学アカデミーの会員に選ばれた。息子のハンス・グリーゼバフ派は建築家エドワルト・グリーゼバフ派は作家、孫のアウグスト・グリーゼバフ派は 美術視野になった。グリゼブは植物の学名で命名者を示す場合にアウグスト・グリーゼーバフ派を示すのに使われる。ありがとうございます。